ジョーゼフ・ウィリアム・マーティンとイスラエルのダビド・ベングリオン、首相。ジョーゼフ・ウィリアム・マーティン・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家。マサチューセッツ州、ノース・アットル・ボロー選出の共和党、所属アメリカ合衆国議会議員である。第49.51代、アメリカ合衆国会議長を務めた。1884年11月3日に、マサチューセッツ州、 ノース・アットル・ボローに誕生する。マサチューセッツ州下院、マサチューセッツ州上院、連邦議会下院に勤めた。1940年から1942年までは、共和党全国委員会委員長であった。ニューディールの間、彼は、フランクリン・ディ・ローズベルトの諸政策に対する反対派の急先鋒として、脚光を浴び、外交問題に関するローズベルトの国際主義的な、 見解に反対した。しかし彼は、若干のニューディール的措置については支持した。1952年以後、マーティンは、共和党恩恵派に加わり、学校建設に対する政府補助を支持し、ドワイト・ディ・アイゼンハワーの国際主義的な展望を支持し、また、リンドン・ b ー・ジョンソンの1964年経済機会法を支持した。1960年、マグロー・ヒルは、 ジョー・マーティンからロバート・ド・ノヴァニへの口実という形式で、我が最初の政治家人生50年を上司した。マーティンは、マサチューセッツ州、ノース・アットル・ボローで、新聞、イブニング・クロニクルを長年を発行してきた。彼の死の直後、同志は、近隣の競合他史と統合し、サンクロニクルが身となった。1947年から1949年、 および1953年から1955年の2期にわたって会員議長を務めた。これらの期間はいずれも共和党が短いながらも会員で多数を占めた時期であり、マーティンの在任前後にはサムレー・バーンがその任にあった。1958年の選挙で共和党が劇的な敗北を喫した後、マーティンはインディアナのチャールズ・エハレックによって院内総務の座を追われた。 この敗北にもかかわらず、マーティンは、下院の後部席議員として残る道を選んだ。8年後の1966年、共和党予備選で46歳年下の、マーガレット・ヘックラーにその座を追われた。1966年、彼は再指名を受けられなかった。1968年3月6日、フロリダ州ハリウッドで死去した。今日、マーティンは、故郷マサチューセッツ州、 ノース・アットル・ボローにある6つの地元小学校のうちの1校の何を置いて記憶されている。ジョーゼフ・ダブル・マーティン・ジュニア小学校には彼の名前がついている。ジョーゼフ・エル・マーティン法学社会学研究所は彼に関する記録を収蔵する。同研究所はマサチューセッツ州ノース・イーストンのストーンヒル・カレッジにある。ありがとうございます。